こんにちは、ニクです。今回は NiziU の ZOZO マリンスタジアムのライブの座席発表が出たので見ていこうと思います。ということでね、もう見られた方も多いと思うんですけど、私はね、ちなみに片方、初日はアップグレードではなく普通の先行で撮って、2日目がねアップグレード席なのでちょっと見ていくんですけど、まあ1日目は普通の席なのかな、ちょっとわからないんですけど、早速見ていこうと思います。はい、ということで17日がおお。ちょっと見てもわかんないんですけど、でも1階じゃないかな、これもしかして一塁側フロア2っていう風に書いてあります。これどこですか？ちょっと待って、一塁側ってことは多分この何アリーナじゃないってことだよね、きっと。まあそんなめっちゃいい席かって言ったらあれなんですけど、まあでもね、スタジアム公演初日に行けるということなので、まあありがたいなと思って、はい、楽しみたいと思います。1日目様子見して2日目でこれ見れるってこと、なんていうの、2日目でもう内容分かった状態で席見れるってことだから、まあ、それもそれでいいんじゃないかなと思うので、早速18日見てきます。へー、ちょっとね、友達3人で行くので、ちょっとアップグレードがどんな感じなんだろうね。皆さんどの辺でしたか？ちょっとそれコメントで教えてほしいんですけど、どこだろう。席によってやっぱ全然違うと思うので、行きます。押しました。おお、分からない、どこか。あ、すごい、特典引き換え券も一緒についてるんだ。私の席はですね、ウィジューシート R ゲートアリーナの15ブロックの、なんとなくちょっと分かんなすぎて、ちょっと NiziU の座席予想されてる方のを見てみますね。お、ちょっと右側寄りになるのかな。もし、なんかこれ予想されてる方が絶対か分かんないんですけど、15なので、センステがあるとしたら、センステの前ですね。しかも、この C15 ブロックのめっちゃ前の方なんですよ。ちょっと細かく言いすぎてあれだから言わないけど、でも超前の方なので、これいいんじゃない？わかんないけど。だからもしかして花道のところだったらめっちゃいいかもしんない。もしかしたら花道の超前の方かもしんない。まだね、予想の方ももちろんわからないので、なんとなく出してくださった方がいるので、どうなんだろう。あのね、私は多分 C ブロックなので花道だと思うので、花道がどこまで伸びてるかによるんですけど、まあ、15なので15まで伸びててほしいし、これブロックの前だったらいいんじゃないの？ダメ？ C の人があんまり出てないけど、まあ、TWICE さんと一緒なら C の15のめっちゃ前の方なので、ちょっと肉眼で見れるかもということで、はい、ちょっと今回見てきたんですけど、悪くないというか、むしろいい席なのではっていう感じで、めちゃめちゃ楽しみです。はい、ということで皆さんどこの席だったでしょうか？ちょっと皆さんと楽しめたらなと思います。はい、もうすぐね、もう当日迎えるので、みんなと一緒にね、もう NiziU も今日もライブしてくれてて、いろいろ準備してるみたいなので、一緒に楽しんでいきましょう。そんな感じでまた NiziU の最新情報とか NiziU についての動画いろいろありましたら出していくので、よろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。